すべての行動において、このクライテリアがしっかりしていると、僕らは迷いがなくなるので、結果行動が早くなるんですね。排泄エコーってなんだ？先日5月28日に、ウォックナースの浦田克美さんと対談をさせていただきました。まあ、これね、結構面白い内容になっているかと思いますので、また見ていないという方はですね、まあ、ぜひ見ていただければと思うんですけれども、まあ、人が成長していく上で、ディープインパクトが重要ですよっていうことをですね、まあ、このチャンネルで話をさせていただいたことがあったかと思います。で、今回個人的に、まあまあのですね、インパクトを受けましたので、改めて紹介していきたいと思いますが、患者さんが排便マイナス4日、さあ、どうしますか？まあ、浣腸という方法ありますよね。まあ、あるいは、座薬を入れるという選択を取ることがあるかもしれませんし、まあ、内服もいろいろありますよね。まあ、適便という方法もあると思います。これらの選択基準って皆さんありますかね？まあ、この選択基準というのは、かっこよく言うとですね、まあ、クライテリアっていうんですね。すべての行動において、このクライテリアがしっかりしていると、僕らは迷いがなくなるので、結果行動が早くなるんですね。こういう時にはこうするということを決めておけばいいわけです。で、便が4日間出ていない場合にはどうするということを選択していくわけですけれども、でもどういう方法を取るかって、結局のところですね、便がどこにあるのかによって変わってきますよね。便ってね、どこにあるんでしょうか？これがですね、まあ、今回個人的に結構衝撃だったのは、なんとエコーで見えるらしいんですよ。で、まあ前回ですね、あの G さんのエコーについて、まあ、少し紹介したこともあったと思いますので、まあこれまあ関係ないんですけれども、まあ、看護師もエコーを使う時代になってますよっていう話をしたので、まあぜひね、こちらも見ていただければと思うんですが、まあ、まさかですね、便の状態までエコーで見えるとは思っても見ませんでした。で、まあ、らしいというふうに書いてありますが、まあ、僕自身はですね、まあ、今のところ見たことはありません。まあ、今後ね、ちょっと見てみようかなと思いましたけれども、まあ、現時点では見たことがないので、あまり偉そうなことは言えないんですが、まあ、なんとですね、浦田さんたちが排泄エコーのハンズオンセミナーをやってるらしいんですね。で、これ結構ですね、日時が迫っていて、6月の11日、2022年の6月の11日の土曜日、まあ、千葉県のですね、松戸市というところで、まあ、やっておられるということで、まあ、会費はですね、まあ、5000円かかるということなんですが、まあ、尿や便の見分け方、そしてエコーの機械のですね、設定の仕方、そして、まあ、経腹、経電列エコーのプローブの操作ということで、まあ、電列っていうのは、まあ、お尻の割れ目ですね。なかなかですね、使わない言葉かなという気がしますけれども、まあそういう言い方するんだなというふうに思いましたが、まあぜひですね、これ興味のある方はですね、まあ行ける方ですね、まあ行ってみるといいんじゃないかなと。まあ僕行こうと思ったんですけど、まあちょっとね、仕事で行けなかったので、この時には参加できないんですが、まあいつか行ってみたいなというふうにこう思いましたが、まあ、エコーナースクラブというものがありまして、で、僕も LINE 登録したんですけれども、まあ、こういったものをこうやっていて、いろいろですね、情報を発信してくれています。浦田さん自体もですね、ハピナスチャンネルっていうですね、YouTube をやっていて、まあ、結構細かいことをですね、教えてくれるんですね。ですので、まあ、こういうことを勉強して、実臨床に活かしていくってすごく重要だなというふうに、まあ、思いました。で、看護師の仕事っていろいろありますよね。で、その中の一つに、まあ、アセスメントが確実にあるなというふうに僕は思っていて、いつもいつもね、こう、アセスメントって言ってると思いますけど、まあ、僕の言ってるアセスメントというのは、まあ、患者さんの、まあ、症状、所見を組み合わせてですね、異常の早期発見に活かしましょうということなんですが、まあ、必ずしもですね、異常の早期発見だけではなくて、看護師の仕事ってですね、もうすべてアセスメントに直結してくるわけですね。まあ、情報を集めて評価するということで。で、浦田さん自身もですね、特定看護師でもあるんですね。で、話の中でですね、まあ、なるほどなと思って、こうね、話があったのがですね、やっぱり臨床推論って大事だよね、という話になって、まあ、排泄エコーとですね、臨床推論がどう関係あるのかっていうふうに思うかもしれませんが、まあ、そもそも、なぜ、まあ、便が出ていないのかっていうことも、様々なことが考えられるわけですね。ですので、物事をですね、考えていくっていうことってすごく重要なんですが、臨床推論の学び方、考え方っていうことをですね、こう、
まあ、一度経験しておくと、まあ、全てのことがこうスムーズになってくると思いますので、まあ、特定行為もですね、まあ、改めて、まあ、勉強してみるといいんじゃないかなというふうに思ったというところで、考える力が磨かれてくると、自分自身の人生が動き出すっていうふうに、まあ、感じて、まあ、今回、1時間の予定だったんですけども、まあ、結局、まあ、1時間30分くらいいろいろ話が盛り上がってしまって、まあ、長くなってしまっているところもあるので、1.5 倍とかで聞いていただけるといいかなという気がしますけれども、まあ、結論。我々はですね、やっぱり患者さんから多くを学び、成長させられているなということを、浦田さんとはね、まあ、立場は、ちょっと違うところはありますけれども、まあ、同じ看護師として、同じ結論に、今落ち着いたかなという気がしました。ですので、まあ、排泄ってすごく重要な問題ですので、まあ、浦田さんの行っている、まあ、排泄エコーのセミナーとかですね、あるいは、まあ、こちらの、まあ、公式 LINE、あるいは YouTube チャンネルなどを覗いてみてはいかがでしょうか。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。Thank you.